デュケーヌ・トリの戦い、またはデュケスネ・トリの戦いは、フレンチ・インディアン戦争中の1758年9月14日に行われた戦闘である。イギリス軍の進路とデュケーヌ・トリの位置。二つの進路のうち、上の方がこの戦闘での進路。地図上部にオンタリオコとエリーコが見える。このトリデの攻撃は、イギリス軍指揮官。 ジョン・ホーブズによる大規模な遠征の一環だった。ホーブズがカンバーランド砦とメリーランド西部で6000人の兵を集め、これにジョージ・ワシントンを含めたバージニア民兵2000人の部隊も加わった。守りの弱いで行けぬ取りは彼らの遠征の最大の標的であったが、ブラドック遠征路を行くか、北の道を行くかでもめ、ワシントンはブラドック遠征路を主張したが、 結局別の道を進むことになった。この行軍は難航した。また、ホーブズは病気のため、進軍を指揮したのは、副指揮官のアンリブーケだった。1758年9月11日、イギリス軍少佐ジェームズ・グラントは、800人以上の兵を連れて、ホーブズの主力部隊の前方にあたるデュケーヌ・トリデの周辺を偵察した。副指揮官のブーケは、500人のフランス兵と、 同盟関係にある300人の先住民兵がこの砦に駐屯しており、グラントの文献隊の攻撃では手に負えないだろうと思っていた。9月13日、砦の近くにグラントが到着した。彼は砦の中には200人もいないと信じ込んでおり、偵察に50人という少人数部隊を派遣した。取の中に敵は見当たらず、中の倉庫を焼いて、取から2マイルの グラントのいる拠点に戻ってきた。翌朝、マクドナルド隊員の中隊が敵をおびき出すため、対抗を鳴らしながら、砦出に近づいた。マクドナルド隊に攻撃を仕掛けるため、砦出から出てきたフランス兵と先住民兵は予想をはるかに上回る規模で、しかも貧章に動いた。イギリス軍は3部隊に分けられていたが、マクドナルド率いるおとりの軍は圧倒され、フランス軍は 待ち伏せしていたアンドリュー・ルイスのバージニア民兵隊の位置をつかみ襲いかかった。ルイス隊はその場から離れ他の兵の助けを求めたがフランス軍と先住民とはそれまでに敵よりも有利な展開を行って彼らを退散させた。先住民たちは自分たちの得意とする森林でのゲリラ戦を展開した。先住民たちは茂った木の葉の陰に身を潜め、 破壊的な射撃を行い、それは必ず何らかの効果をもたらした森の中の一方的な戦いで、イギリスとニューイングランド植民地の軍は342人の死傷者を出した。また、77連隊からグラントをはじめ232人が捕らえられた。ルイス率いるバージニア文献隊の8人の士官のうち5人が戦死、1人が負傷し、ルイス自身は捕虜となった。 グラントもまた捕虜となった。それでもグラント軍はほとんどの兵が逃亡し、ホーブズとブーケの本体に合流した。フランスと先住民の連合軍の被害は8人、戦死8人負傷のみだった。グラントストリートの記念碑その後ブーケがここに野衆をかけようとしたが、これも同じような結果となった。1901年に、 この戦いが行われた地に設立されたアレゲーニー軍裁判所には戦闘の記念碑がある。この場所は今はピッツバーグ市グラントストリートとなっている。ピットトリデの設計図フランスは最初のイギリスの攻撃こそ撃退したがリグネリは600人程度の軍ではその10倍もの人数のイギリス軍相手にはデュケーヌトリデを守れないことを知った。 フランス軍は11月24日までは、デュケーヌに泊まったが、リグネリー軍はその夜、砦に火をつけ、暗闇に紛れて去り、部隊をボートに乗せ、火に紛れてオハヨ川にまで退いた。その夜、進軍中のホーブズ率いるイギリス軍は、先住民の石膏から、砦の近くから、煙が上がっているという情報を得た。ホーブズは調査のため、騎兵隊を派遣し、残る士官や兵もそれに続いた。 翌25日、イギリス軍が火がくすぶり続けている砦の跡地に進軍してきた時、彼らはぞっとするものを見せつけられることになった。先住民たちが高知連隊兵の遺体から首を切り取り、その首を砦のてっぺんの尖った支柱に突き刺していたのだ。兵たちのキルトがその下に吊るしてあった。イギリス軍は流刑の鳥出を再建し、その名前をこの 戦略上有効な地の攻略を命じた、ウィリアム・ピットにちなんで、ピットトリデとした。後にランモアトリデと改名されたが、独立戦争の初期に、元の名称に戻され、その後、このトリデの周辺の町は、ピッツバーグと呼ばれるようになった。また、元々のデュケーヌという名は、ヌーベル・フランスの総督にちなむものである。ありがとうございます。